お疲れ様。はい、蜂蜜溶かしておいたから疲れも取れるんじゃないかな。それはありがたい。どうかしたの？いや、体を動かすのにもそろそろ慣れてきたつもりだったんだが。足つった。今日は肉体労働だったし無理もないかな。揉んであげようか。え？ああいいよ、自分でやるって。自分でやってもあまり効果がないんじゃないかな。こういうのって無意識に手加減してしまうものだし。そうかな。普通自分の体をいじめるような真似はしないと思うな。そういう趣味はないな。だから私に任せてって。こう見えてもツボは心得てるし。と言われてもクオンの場合そもそもの筋力があるからな。どう手加減してもらったところで痛いのに変わりはなさそうなんだよな。いいからいいから、遠慮しないで。なあ、おい。じゃあ始めようか。待って。えい。痛れ、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 痛れ。もう吐くってば、大げさなんだから。大げさじゃない、本気で痛いんだって。予想通りといえば予想通りなんだが、くそ、なんだ、前がよく見えない。ごめん、まさか泣くほどだなんて。いや、あの、気持ちは嬉しいんだ。ただ、もう少し加減してくれないか。大丈夫、任せて。これでもまだ痛い？えっ、はあ、おかしいな。みんなにはうまいって言われてるのに、ルルティエなんか天にも昇る気持ちって喜んでくれたんだけど。そりゃみんながおかしいんだろうに。それじゃあ別のやり方も試してみるかな。いや、というかもうやめてくれ。ハク？遊んでるのか。そんなことないかな。真面目にやってるつもりだけど。極端すぎだ。もう吐くってば加減が難しいんだから。クオンが加減を知らなすぎるんだ。ちょっと教えてやるから足を出せ。私は結構かな。いいから、これから何度も同じようにされちゃかなわない。ということはまたやらせてくれるんだ。まあ気が向いたら。だからほら、工学のためにもちょうどいい力加減というものを教えてやる。体で覚えろということかな。
そういうことなら。どうだ、ほらどうだ。せい、やった。あふん。ちょっと見直しちゃったかな。は？とっても気持ちよくて、なんだか体がポカポカしてきちゃった。あ、おい、キョンさん、ゴミがとろけてるぞ。ハク、もう少し続けてくれると嬉しいかな。この感覚をちゃんと覚えてハクにもしてあげたいから。まあ、いいけど。本気で気持ちよさそうだな。どうしてこうなった？